ただいまの東京立花から、衆議院選挙に挑戦予定、木内高垂からのお訴えでございました。ただいま、立法維新の会副代表吉村博文副代表到着してまいりました。皆さん、本当雨の中、多くの皆さんがですね、お待ちいただきまして、本当にありがとうございます。それではここから日本維新の会街頭演説会開催させていただきます。今日ですね、衆議院選挙は、今月の31日の決定しました。ぜひ皆様には私たち日本維新の会にお力を賜りたい、お願い申し上げたいと思います。それでは、吉村博文日本維新の会副代表からお伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さん、こんにちは。日本維新の会副代表、大阪府知事の吉村です。ちょっとすいません、傘差してもらいます。本当に皆さん、この雨の中ですね、本当に立ち止まっていただきまして本当にありがとうございます。普通であれば、我々こういった支援団体、支持母体ない中で、やってるわけですけれども、こうやって多くの人に支えられて、なんとかここまでやってこれたと思ってます。これ本当に皆さんのお支えがあってです。本当に皆さん、ありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。皆さんには本当感謝なんですけど、国会は腹立ってしょうがないですね。国会議員の本当に古い慣習のやり方、もうなんとか変えてもらいたいと思います。これからどんどん子どもの数も減っていく、高齢化社会になっていく、日本を改革して成長させていかなきゃいけないのに、国会は古い慣習がずっと続いてます。自民党の古い政治の中でぬるま湯に浸かった国会議員、なんとかこれ変えていかなきゃ。だって皆さん知ってますか、この冬のボーナス、あんまお金のこと言うのは嫌なんですけどね、ちょっと皆さんの税金にも関わりますから、ちょっと言わせてもらいますけども、冬のボーナス、誰も今この皆さんいらっしゃる中、民間の皆さんもらってる人一人もいないと思いますが、唯一もらってる集団がいるんです。国会議員です。おかしいです。日割りでその金額なんと188万円。こんな民間会社ありますか。ありません。誰が払ってるんですか。皆さんが払ってるんです。皆さんの税金で払ってるんです。おかしいじゃないですか。こんなの、どんどんこれ増税で、借金も、国の借金も増えていってる。でも国会議員は冬のボーナスを分割でもらっちゃってるんです。おかしいですよこれ。でそれだけじゃありませんよ、どんどん言っちゃいますけどね、給料2000万円以上、それだけならまだと思いますけども、それだけじゃありません。なんと給料以外に毎月100万円お小遣いもらってるんです。領収書いりません。文書通信費という名の経費、こんなの民間にありますか。ありません。何なの、みんなポケットに入れちゃってる。日本維新の会は、日本維新の会だけ唯一、この文書通信費もどういうふうに使ってますか、どういうふうに使ってますという公開をしてるんです。他の政党みんなポッケにないないしちゃってる。何なのこれ、そんなの言うまで日本改革できるんですか。いいようにやってるだけじゃないですか。日本維新の会の国会議員は報酬2割自ら削減をして、そして被災地に寄付をしてるんです。他の政党、ありがとうございます、拍手していただいてね、みんなやって我慢しながらやってるんですけど、当たり前なんです。だって政治家がいい思いしちゃダメ。だってそれ、自分たちの身分守るための政治だったら日本なんて絶対良くならないし、故郷も郷土も良くなりません。だから我々は徹底的にこのおかしなところ、政治家のまずおかしなところを変える、これをやってきたんです。僕ら知事、市長だってそうですよ。なんと退職金というのがあるんです。たった4年間で退職金、その金額いくらだと思いますか。4000万円です。おかしいよこんなの。なくしました。大阪では退職金ありません。ゼロです。当たり前。プラス報酬も3割削減、
当たり前なんです。でもそれでも十分生活できてます。みんな知らんぶりです。まずはこのぬるま湯に浸かる政治のあり方、政治家のあり方を変えていかなきゃ。いつまで経っても借金はどんどん増えていく。増税、これでは日本は良くなりません。立ち直れません。だってね、今回本当に残念だったのが、自民党与党で本当は頑張ってもらわなきゃいけないのに、改革という文字が自民党からなくなりました。何なの、どうやって成長していくんですか。改革なくして成長なんてできません。それが証拠にこの30年間日本の GDP はどんどん全然増えてないんです。他の諸国はどんどん成長してるのに日本だけずっと増えてない。とうとうお隣の韓国にも追いつかれました。一人当たりの GDP でいくと。なんでここに危機感を持たないの。一番危機感を持ってないのが政治家なんです。国会議員です。だってボーナス分割で、冬のボーナス分割でポッケに入れてるぐらいですから、まあ自分たちの身分ここだけ確保できたらいいんでしょう。でもこれでは日本は絶対に良くならない。改革する政党が日本には必要なんです。これが今ないんですよ、残念ながら。今岸田自民党分配というのを言ってます。分配するにはその元手が必要です。増税ですか、借金をどんどん増やしていくんですか。改革で成長させなきゃどうやって分配するんですか。それを言うと今度はだんだんちょっと話が変わってきました。成長も分配もという話になってきて、だんだんわけわからなくなってきました。成長して分配をさせる、成長と分配の好循環というんですが、これは誰も反対しません。我々も賛成です。成長と分配の好循環、じゃあどうやってやるんですかって言った時に具体的な案が全くないんです。おかしい。改革で規制改革をし、規制改革は時として痛みを伴いますが必要だと思ってます。規制改革をし、構造改革をし、そして日本の成長を実現させていく、これが必要です。古い政治のやり方ではいつまで経っても日本は成長しません。例えば農業一つとってもそうですよ。株式会社が未だに参入できない。日本の素晴らしい農業ある。この影響はどんどん衰退していく。ほったらかしです。医療の世界、コロナでも注目されましたが、医療の世界、医師会、日本医師会の会長はコロナ禍においても自民党の政治パーティーに行ってるんでしょ。ズブズブじゃないですか。それで日本のこの医療どうなるんですか。皆さん、これから新しい次の世代がチャレンジできる、そういった日本をぜひ作っていきたいんです。そして作っていかなければなりません。なんでか、日本の人口はこれからどんどん増えていくことはありません。今完全に逆三角形になっちゃってるんです。僕らが生まれた頃、たった45、6年前です。子供の数は200万人でした。それが今どれぐらいだと思いますか。80万人です。半分以下になってます。どうやってこれから高齢者の皆さんを支えるんですか。次の世代の子供たち、孫たちの世代、どうやってチャレンジしていくんですか。僕が子供だった頃、一人の高齢者の方を支えるのに7人から8人の若い世代で支えてました。胴上げと言われてます。でも今の時代、2人から3人で1人を支えてるんです。そして2050年には1人の若者が1人の高齢者を支える、そういう時代がやってきます。次の世代のことを考えた政治、これをやらなければなりません。今の年金だってそうですよ、取り繕ってますけども、じゃあどうやってこれ維持していくんですか。次の若い世代がどうやって希望を持って生きていくか、これが非常に重要なんです。これをぜひ、ね、日本維新の会にやらせてもらいたい。というのも、今の高齢者の皆さんをお支えする、僕はこれは非常に重要なことだと思ってます。支えていくべきです。当たり前です。なんでか、だって僕らが生まれた時は食べるものに困りませんでした。そういう日本を作ってくれたのは今の高齢者の皆さんなんです。だから我々はその恩恵にあやかってます。
だから支えていく、これは当然なんですが、さっき言った通り残念ながら人口が圧倒的に今子どもたちが減ってきちゃってる。だからこそ若い世代や次の世代がチャレンジできる、その仕組みを作らせてもらいたいんです。だから改革が必要なんです。これを今の自民党ではもう改革という文字をなくしましたから、できないのが本当に残念なんです。こういったことをやる政党がたとえ少数であっても国会の中にいる、そして自民党をガーンと突き上げる、この政党が必要です。単に反対だけはダメです。単に反対して文句ばっかり言ってる、どこの政党とは言いませんが立憲民主党共産党だよね、共産党と一緒になってもう訳分かりません。もう期待も何もできません。でも一部の人には拍手さ喝采されるんでしょう。ただ自民党とまともに対峙できるそういう勢力には絶対になりません。まともな現実的な野党で、そして自民党とボーンとぶつかれる、それが必要なんです。大阪では、まあ、大阪の話あんまりしませんけどちょっとだけやらせてください。維新の会と自民党がまともにガチンコでやり合ってます。それができてるんです。まともな野党が日本にも必要なんです。これがね、今なかなか日本の政党では立憲と共産しかないから、まあ、言いませんけど、あえて野党の自民党をドカーンとこのぶつかっていけるようなまともな野党、改革政党、これが日本維新の会の役割なんです。これをぜひやらせてもらいたいんですよ、国で。これをぜひ、これからの日本を考えたときに、僕は次の世代の政治、これをぜひやらせてもらいたいんです。僕自身が政治家になったのも、まあ、身を切る改革、これ当たり前のようにやってます。今47都道府県の知事の中で一番報酬少ないのはまあ大阪ですけども、徹底的に身を切る改革もやりながら、そして成長に向かって、大阪の借金、まあ、大阪のことはあんまり喋りませんけども借金はどんどんこれ減らして、5兆円あった借金今は3兆4000億円まで減らしていってます。橋本さんと一回やってね、ずっと赤字だった財政も今は10年以上ずっと黒字でやって、まあなんとか2025年の博覧会を目指すぐらいまでやってこれました。改革で改革をまずやって、そして財源を生み出して、そしていろんな民間の皆さんが成長できる、挑戦できる、そういった土台を作ってるんです。例えば地下鉄、東京にも地下鉄ありますが、大阪にも地下鉄あります。ずっと役所経営だったんです。まあね、本当は汚くて暗い感じでした。トイレなんか本当に汚く、もう入りたくないようなトイレでしたが、橋本さんの時に民間の皆さん、民間の人に社長になっても社長が経営するように役所に入ってもらって、僕の時代で民営化というのをやりました。まあ今トイレきれいになってますよ。それから地下空間も良くなってる。新しいビジネスをやろうということで、いろんなこう駅の中もどん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 良くなっていってる。民間の力をどんどん活かせるような社会を作っていかなきゃ。新しい社会、民間が活躍できる社会です。例えば公園、都市公園、東京にもたくさん公園があります。大阪にも大きな公園たくさんあります。例えば皆さん旅行で大阪行ったら、伊香大阪城公園とか、あの天王寺のあたりのね、公園行ってみてください。まあ綺麗になってます。なんで綺麗になってるか、多くの人も来てます。なんでか、それまではずっと役所の経営だったんです。6000万円7000万円皆さんの税金を使って経営してましたが、人が集まるような公園ではありませんでした。それが今は民間に経営してもらってます。もちろん災害とかいざという時は役所の持ち物ですから役所が使いますが、普段の経営は民間の活力を生かしてます。するとどうなるか、多くの人が来て、そしてまあ綺麗なカフェなんかもできて、税収が上がり、逆に今はそこからお金をもらってるんです。1億円以上、このもらったお金で医療、教育、福祉回すことができるんです。活性化して経済を活性化し、そして雇用を生み出し、そして増税することなく逆にお金をもらう、こういった仕組みをやってるんです。さっきの地下鉄の話もきれいになってるだけじゃありません。今までは役所経営ですから税金を納めてもらうことはありませんでしたが、これからは税金を納めてもらう組織になります。その税金で医療や教育、福祉、次への投資、増やすことができるんです。何が言いたいかというと、規制改革、民間でできることは民間でやって、民間の活躍の場をどんどん増やして、そして特に若い人がチャレンジできる社会を作って日本を成長させていく、そしてしっかりと分配をしていく、これが必
要だと思うんです。自民党が忖度しているのは自分たちに投票してくれる既得権です。じゃあ選挙が終わったらどこにお金を回すんですか。そこにお金を回していくんです。ここ東京1区選挙始まったら一回小野さんの事務所に、木内さんの事務所に行ってみてください。その前に自民党の事務所に行ってみてください。ほにゃらら協会、医師会、何とか会も業界団体のポスターがうわーっと張り巡らされてますよ。それはいいかもしれないけど、じゃあ選挙終わったら皆さんの税金どこに流れるんですか。そこに流れるんです。小野さんの事務所に行ってください。木内さんの事務所に行ってください。何にもありません。寂しいですね。まあ音喜多さんの名前書いたポスターとか僕の名前書いたポスター貼ってますけど何の意味もありません。でもだからこそできる改革、これを維新ではやってるんです。次の世代、どっか特定の業界団体に忖度するんじゃなくて、どうやったら日本成長するの、どうやったら次の世代成長していくの、ここにどんどん投資をしていかなきゃ。それをやらせてもらいたいです。特にこれから人口減少しますから、これをやらせてもらいたい。だから自民党の明確な対立軸は我々は改革をする政党です。自民党は分配重視ということになりました。僕から見たら民主党との違いはもうあんまり分かりません。改革をして財源を生み出していく、改革をして雇用を生み出していく、改革する政党が日本には必要です。ぜひこれをやらせてもらいたい。そのためには既得権に配慮する政治ではダメなんです。医師会の会長がコロナ禍でパーティーに行くようなそんな政党じゃダメなんですよ。だからこそできる改革っていうのをぜひやらせてもらいたいと思います。痩せ我慢しながらやってますが、でもそれでもだからこそできる改革をやっていきます。それからコロナ対策見てもそうなんです。今東京ものすごく減ってきましたね。本当に素晴らしいことだと思ってます。大阪も随分減ってきました。なんとかこのまま減ればいいと思います。ただまあここはまた次増えるかどうか分かりません、分かりませんが、国の対策見てももうちょっとやってよと、そう思いますね。やっぱり数が増えやすいのは大都市部、東京もそうです、大阪も大都市部は増えやすいです。その時にやっぱり我々いろんな対策をしていかなきゃいけない、当たり前です。まずは病床をどんどん増やす、徹底的に、まあ、僕は増やしていきました。今2倍から3倍ぐらい増やしてますが、もう一つやってるのが、どんな波来るか分かんないから、もう野戦病院的なものも作っちゃおうということで今やってるんです。でもね、これ戦勝単位の広いだだっ広い大きな国際展示会場に今一生懸命やってます。まだ途中ですが、やると決めた時に本当に悩みました。なんでか、医療従事者どうやって確保するの、お風呂どうするの、食事どうするの、課題は山積です。できない理由はいくらでもあります。でもやらなかったら次大きな波が来たら耐えられないかもしれない。だからできない理由を考えるんじゃなくて、できる理由を考えよう、そう言って今どんどんやっていってます。まあ、なんとか形にしていきたいと思いますが、こんなのも本当はもっと国が率先してやんなきゃダメなんです。なんで知らんぶりしてるんですか。なんでこの地方の知事や市長にどんどん押し付けて、で国は率先してやらないんですか。おかしいですよ。例えば東京とかこの首都圏増えやすい、関西大阪増えやすい、沖縄だって大変なことになりますよ。もともと病院そんなに多くないから、北海道もそう。そしたら東京首都圏や大阪関西圏、沖縄北海道あたりに国立の大規模センター作ったらいいじゃないですか。なんでそれやんないの。もう僕腹立ってしょうがないですね。それやらないのにね、今度文句ばっかり言われるんですよ。文句ばっかり言われるの。名前言いたくないけど立憲民主党増えたら知事のせいだって、ちょっと待てと、名前言いません江戸野さん、めちゃくちゃですよ。ちょっとはまともな法律ぐらい作れっちゅうの。これ知事やね、今小池さん本当に一生懸命頑張られて、僕も一生懸命頑張ってますが、知事が、現場の知事がまともに動けるぐらいの法律もちゃんと作ってよ。そんなこともやらないで、でボーナスだけは日割りでもらってるんでしょ。なんなのこの国会。
解散になったらみんなで万歳万歳と大騒ぎして、どうにかしてもらいたいと、この永田町の非常識を変えていきたいんです。これは小さな話を言ってるんじゃなくて、これからの日本の在り方考えた時に、古い政治の在り方やってたら絶対に前向いて進んでいかない。これを日本維新の会がやるんです。コロナもこれから大きな波が来るかもしれません。それに備えてまずはこの病床を徹底的に増やしていく、今これやってますが、合わせてやっぱり今ワクチンも広がってきてますんで、ワクチンもかなり効きます、広がってきてますんで、これからは初期治療です。できるだけ早く検査を受けて、たくさんの検査をやって、そしてリスクのある人は早く治療を受ける。早く治療を受ければこれは重症化を随分防げるというのは分かってきました。なんでこんなことを言うかというと、できるだけこれもうどういう波が来るか分からないから確かなことは言えないけども、これからできるだけウイルスはゼロにならないので、共存していく道を探っていかないといけないんです。いろんな仕事をされている人もいらっしゃいます。そういった中で国会が果たす役割というのは非常に大きい。現場の知事、これだけではなかなか難しい面もある。ぜひですね、国にやってもらいたいで、ね、去年の12月に実は僕は大規模じゃなくて重症のコロナセンターっていうのを作ったんです。実はその重症のコロナセンターっていうのも、これプレハブみたいな駐車場に作ったんです。でこれは去年の夏に国でやってもらいたいっていうのを実はやったんです。日本維新の会から東京や大阪、ここに重症者のためのいざという時のセンター作ってよ、やったら、国はやらないって言うんです。国がやらないんだったらじゃあこっちでやってやろうって言うんで、僕自身はやったんですが、まあこういったところもね、本当にこの国でコロナ対策も含めてしっかりやってもらいたい。今の自民党なかなかこれができません。いろんなところに忖度して配慮してるんでしょう。おかしいです。既得権と戦う、そういった政治集団が国会に入っていってポカーンと爆発するぐらいの、そういった政党、ぜひ皆さんお支えいただきたいんです。これをやるのが日本維新の会だと思っています。ここにいる小野さん、そして木内さん、ぜひねお願いしたいんです。なんとかもう大阪のことはあまり言いませんけど大阪では自民党と維新の会がドカーンとまともに正面からぶつかり合ってます。それで本当に切磋琢磨して良くなってきてます。でも東京、この大都市東京、首都東京において自民党まあ強いですね。まともな野党がなかなか育たない。ぜひ皆さんの力を借りて、この首都東京で自民党と対峙できる勢力を作ってもらいたいんです。これは皆さんできないと思われるかもしれませんが、できます。実際にやってるんですから。皆さんのお力、お一人お一人のお力ってのは凄まじいものがあるんです。これでぜひこの東京においても新しい国会議員生み出してもらいたいと思います。ぜひ皆さん、次の日本のことを考えた改革する政党、日本維新の会、皆さんに力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ本当皆さんありがとうございます。大体ね、僕こうやっていろいろ応援に来てるんですけど、小野さんやな、応援に来たらな、いつも言われるのが、お前も頑張れよってよう言われるんですよ。まあ僕も一生懸命頑張っていきますけど、やっぱりここで頑張らなきゃいけないのは、次知事や市長ではできない、国会議員しかできない改革、これがまさに今回の選挙になりますんで、僕も一生懸命、地元で頑張ります、いろいろ頑張っていきますけれども、国会議員をここから生み出してもらいたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。雨の中本当にすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの伝え、日本維新の会副代表吉村博文副代表からのお伝えでございました。東京2区から挑戦するのは小野泰輔、東京2区から挑戦予定は木内高垂、そして東京でも17名のですね、この選挙区支部長が今回の衆議院選挙に挑戦予定でございます。どうか各地で戦っている日本維新の会の同志にですね、皆さんの温かいご支援を賜りますように心からお願い申し上げまして、この場所での街頭演説会終了させていただきたいと思います。弁士は今日は吉村博文さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
雨の中本当に多くの